はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。私の動画をこう見てくださってる人はなんとなくわかると思いますが、このキャッシークね、こう ATRT 乗ったりとか、こううわーいって感じではしゃぐキャッシークなんですが、私の動画でほとんど見たことがないやつってのがあるはずなんですよ。キャッシークで敵をスキャン。危なっ。キャッシークで私がほとんど見たことないもの、それを今回出していきたいと思います。おいおいね、こう理由も話しながら。すげえ撃たれてるね。俺が真ん中とっちったせいだよね。知ってます。連続して撃ってくるし、スナイパーもいるしって感じだよね。上から回るか。多分上から見てるスナイパーが綺麗にやっていこうという算段だと思うんだよね。あら、そう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 、そこにいるってのはなんとなく分かってた。1回は止めたけど2回目を拾いに行ってるやつがいるからまた撃たれるな。あそこはお、でも阻止してくれてる。おお、こちらにもスナイパーさんがいらっしゃる。でも真ん中は撃たれない。お、味方だいぶライン上げましたね。そう、あれ一回ね、撃ってとがめとかないと、いつまでたってもお座りすのされちゃうから。大型兵員輸送車にダメージ。まずいな。おお、マジか。もらいでもらいたくない。おや、まさかとは思いますけど、死んでんじゃねえか普通に。スキャン、でもいい加減直しましょうよこのバグ。いや、道理で何度飛ばしてもあれだよ、敵の位置が映らないわけだ。何度飛ばしても敵の位置がわからんわけよこれ。痛い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 。ドローンを一掃しろ。何度やってもわからんわけよ。これ撃たれたな。ディスラプターが大型兵員輸送車に命中。振り切れないか。毒置いといて。拾いや来んと思うんだよな。あそこはさすがに厳しいから、そう簡単には。あそこなんか広大に人がいるよね。あそこ強いのかな。なんか近くに反応あるぞ。拾ったな。撃たれそうな方ほっとこう。ごめん、裏に回ってた割にはお粗末な展開だったよね。危なっ、ギリギリ助かったよ。この辺ちょっと、跳ね返ってきた。バリアか。自分の置いた毒がくそ。ちょちょちょ、すげえすげえ、なんかグレがすごい、グレがすごい、グレがすごいある。俺の弾なんで当たんないの一発も。俺の弾は一発も当たらんという、このいい加減にしてこれ。このエイム力の中なさ、いい加減にしてない。斜面か、斜面のせいか。はい、ということでね、私がほとんど乗らないこれ、結構ね序盤の頃からもうタンク無双でしょみたいな感じでよく言われてたにもかかわらず、私がこれほとんど乗らないのは序盤の頃ね、お、オーレティがいる。序盤の頃ね、乗ったんですよ。乗ったら結構グズグズで、てか落とされてるよね。またあれなんじゃないのか？ RT が。え？すげえ減ってるけど。これはイオン魚雷案件ですか？イオン魚雷食らってますか？
いや、ライン上げなきゃダメなんだけど。危な。だから武器もよくわかんないんですよ。痛い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 、絶対これ4魚雷撃ってるでしょ。やめてよ、やめてったら。はい、ということで乗るのをやめたいと思います。スキャンダーツこうだな。いつでも行ける。いや本当ね、まだカードがほとんど揃ってない時に影響されて乗ったんですよ。なんか強いタンク一択みたいな動画を見て、結構ね興奮して乗ったんですよ。そしたらね、もう即後ろに張り付かれまして、なんか敵をのんきに倒してたら気がついたらすごい体力が少なくて、ちょ何とかって言ってる間に死にました。はい、ナイスです。ちょっと前出ないとダメだな、撃たれすぎね。真ん中結構溜まってるね。イオン武器が兵員輸送車の防御を貫通。あそこ投げ込みたいな。これくらいの角度かな。ほい、グレネードを使う。何せ索敵は死んでるからな。ハンタープログラムをロード。ここら辺行さんいるから、ここら辺行さんいるから、ここら辺行さんいるから、ちゃんとやりたい。輸送車が攻撃を受けた。いけ、インフィルトレーションでしょ。インフィルトレーションだったらあんだけ少ないヘリってなさそうな気がするんだけどな。いや何にせよこれ、そうか、スキャンダーツ効かねえんだった。スキャンダーツ効かないのにスキャンダーツ強化に切り替えって意味のわからないあれになってるな。スキャンダーツがなければ、これタフアップですよ、タフアップ。かなりの意味不行動を繰り返してますね。あんまりよろしくはないな。どちらかというと撃たれすぎ感があるから、まあ、一応音声認識でね敵の位置はなんとなく感じれる。いって何食らってんのこれ。またレーザーいんのか。ヘリ出した方がいいな。ちょっと上空の意識が足りてないかも。上空の意識以上にエイムの方が足りてない感じするね。なんか見られてんなあれ。あ、これか。いいですね、 RT を使うっていうのはすごく好感が持てますよ。なんか今いたよね。ただ RT の検索に毎回引っかかってる気がするな。ちょっと RT を咎めていかないと危ない。いやちょっと RT 咎めた。なんか近くにいる。 RT はきちんとね咎めていかねば。いや、索敵死んでるときついね。まあ、ほんとね、アサルトばっかり使ってる私は索敵頼みの、索敵頼みの戦略多いんで、敵の動きは読めないともうね、グズグズですね。で、こっからはもう一発も撃たせんくらいの勢い出していきますか。なんかいましたね。またか。降りたのか、今死んだのか、どっちだ。あ、これ撃たれるな、また撃たれたな。そこら中に RT の残骸があるね。後ろに来てんのか。あ、注意がいいのか。ね、きつい。え、ちょっと待って、注意じゃないのあれ。注意じゃなかったー。普通にヨーダとレイがいるじゃないか。ジャンプして逃げればよかったな。
完全にっていうかもう上空上空しつこすぎるぞ。さっさとさっさと咎めていきましょうよ。いやマジか、48あんまり良くはないな。まあ、レイは分かんなかったとしてもヨーダか、全然声聞こえなかったな。ヨーダのヨーダの声全然分かんなかった。これ最後の一発撃たせないようにしよう。距離遠いな。あーまずい、くそープラーグじゃない、プラーグじゃないな。いやー余分に撃たれたな数発。マジか、俺絶対あのアイコン被ってると思ったんだけどな。被ってるなら一緒にチョークも入りそうなもんだけど、しつこいあれしつこいな。ガンシップヨーダとレイでしょ。ヨーダとレイ味方は何人、少なあ、もともと少なかったんだこっち人数。これよく少ないのに頑張ってたね。まあ道理でラインの上げ下げうまくいかないわけだよね。その割には頑張った方か。てか追加が欲しいな。さすがにここから守りガチガチに有利になるこの状況下で、きちんと人を狙って、おさすが。これどっちに何がいるかだよね。これ人数が少ないことがバレてるんだと、多分両方に1枚ずつ配置してっていうパターンあるよね。大丈夫大丈夫、見てるよ。大体こういう時は上のとこに隠れてるっていうのは定番パターンですからね。怖い怖い、ビュー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 、なんかブレが飛んできてんじゃねえかっていう恐怖感がね。うわ、はい、行きましょう。はい、回復させましょう。あっち側じゃねえのか、来てるの。壊されている。あ、ボスク来てくれた、いいね。とりあえずあんまり人数を減らさん状態でここを終わらせたいよな。くそまあエイム力のなさが光ってますね。お、よかった、人数トントンにしてもらえて。そりゃさ、さっきから上空ちょっと意識低くないって、人数少ないんだもんね。上見てる場合じゃないもんね、前見なきゃいけないもんね。それは確認しなかった俺が悪かった。それは私のモールイノシシですわ。何人がどうなってるかだな。やっぱ2枚で守ってるよね。2枚で守っているよね。2枚で守っているよね。よし、徐々に。うわ、ヨーダか。ヨーダね。これ味方のヒーロー具合にかかってきますね。索敵飛ばせないんでね。あ、そうか。こういう索敵不能バグが起きた時に有用な方法があったじゃないか。ちょっとそれも試してみましょう、次死んだら。これ多分システム上の問題だと思うんでね。痛い。まだいるのか。上空とがめに行くかな。さすがにつらいんだよな。置く、とりあえず置くと解除するだろうから。どうしよう、先にとがめに行く。いや違うな、まずねこの完全に索敵死んでいる時の対処法ですね。まあ当然、まあ一番簡単な方法はこのマッチから抜けるなんですけど、マッチから抜けるはあまりやりたくないんでね。マッチから抜けるはちょっとこの状況下でね、ポイントも稼いでますし、
やりたくないんで、こういう時に有用なのが、後ろからなんかめっちゃ来てるぞ、あいつ。スクランブルインフィルトレーションですね。スクランブルインフィルトレーションは、うわぁ、全員死んだか。そう、スクランブルインフィルトレーションはね、あれなんですよ。スクランブルインフィルトレーションは敵にもう影響を与えてる関係か、必ず映るんですよね。索敵が死んでる時も。なんで、どうしても索敵足りない、なのに味方索敵が死んでいるみたいな時はね、確実に、ここ行かなきゃダメだな。はい、これもう俺も死んじゃうな、これ厳しいなあ。でもヨーダは倒した。あとレイか。あれも死んでる。厳しいな。あそこの包囲網突破がなかなか厳しい。こういう時はぜひね、索敵死んでて鬱陶しい時はこのスクランブルインフィルトレーション。まあ、それでもレイのインサイトで消えてるのは映らないんですが、少なからずね、味方に位置を教えたいときは、いて、マジか。なるべくね、味方に位置を教えて、なんとかしたいときはこのスクランブルインフィルトレーションをね、使ってほしいですね。ただやっぱ厳しいな、突破が厳しい。レイの守りが厚いんだよな。待って待ってくれ、ボスク。ハンストロがいたな今。そう、硬いんだよ。そして再び乗るか。これきついな。ただこれが最後のアタックになるな。索敵が死んでるわ、厳しい。あ、ベイ倒してる。ついに来たんじゃないのか。これがラストチャンスと見た。いけ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 。置かれてるけど気にしない。いるじゃねえか、置きたいけど。置くぞー。めっめっちゃ緊張した。うわ、危ない。いや、体力持た。もう一匹いんのか、頼む。もうちょっと回復するまで待ってくれ。うわー、もうちょっとなんだけど。無理しなくてよかったか。ごめん、これで解除されたのせいだわ。頼む、よかった。ごめん。いやー、死んじゃダメだよね。あそこで死なない冷静さがないとダメだよな。チョーク欲しかったな。あそこ一人釘付けにして、うん、でも、ま、状況わかんないからな。いうとき皆さんどうします？無理にウキ取り行きます？ぜひね、コメント欄の方でいい感じのアドバイス、あそこの時の何が正解だったのか教えてほしいです。いいじゃん、抜けますか。抜けていきます。するするとどんな感じですかね。こちらの方どんな感じでしょうか。何のスキルもなく置いとくってのはかなり危険かなっつって。バレるよな、これ。
あ、味方来てくれた。割れますよね。あ、爆弾置いといてくれるとすげえありがたい。すげえありがたいです。いたいたいた、なんかに切られてる。怖いよ。グラップラー、スクランブル、グラップラー、僕。怖い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 。結構な人数来てるでしょ、これ。うわー、来た。ナイス。いいよ、一回は。一回はそれで防げるはず。なんか痛い、なんか痛い。リモバクかー。間に合ってる？これ、解除された？解除されてるー！くそー。もうちょっと来てほしかったなー。もうちょっと来てほしかった。いや、ボスクがやられてればまずいな、これ。ボスクがやられてればまずいな。左に味方を誘導するっていう作戦はうまくいったんだけどな。まあ、向こうはね、どっちか一箇所守っちゃえば勝ちなんでね。ちょっと多分、索敵足りてないんだよ。索敵が足りてないね、やっぱり。うわぁ、結構な数いるじゃないか。何があれ来てんの？突っ込んできてるやつが分かんない。ブンブンしてる。あ、セイバーか。スタミナ切れてるぞ、あれ。やれる。やれる、やれる、スタミナ切れてるって。あれ、スタミナ切れてるからやれる。これは非常に厳しくなったな。ファーストアタック成功させたかったね。右か。右の状況全然わかんないんだよな。俺はあえて解除されると見て左に行く。レイ落とせてないか。スクランブルかけてくよ。外されるでしょ。それはいい。これしれっとこう置いとくってのはどう？前方パイプラインで爆弾設置。逃げろ。ナイス。反射炉きつかったかんな。反射炉きつかったかんな。見えない。どこに何があるか見えない。これで、あ、いる。これで俺は逆に置きに行くんだよ。まずい、バレたな。頼む、誰か来てくれ。俺のエイム力じゃ無理。俺のエイム力じゃ無理だった。くそ、ごめん、すまん、すまん。いろいろやらかした。これはいろいろ派手にやらかしたな。ですよね、恥かきナンバーワン。この見てくれたっていうこのポーズね。これは恥ずかしい。恥以外の何ものでもないですね。これは恥ずかしいですね。はい、ということで、いろいろ小ネタも挟みつつの最悪なプレイ。数々ね、あの、窮地も救いましたが、その窮地はなんか自作自演みたいなのがありますからね。自分でこう招き入れて、自分で解決するっていうね、自作自演感満載のキャッシークをお届けいたしました。ということで、今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。滅べ。
まったみってねー。